アルトワークス DIY 内張りのこの辺、水色のシートがあったので、まずはお試しで、いつも通り養生テープで型を取って、いつも適当です、水性ペンでシューッとなぞるだけ。そしてこの型を使って、とりあえずなんかうちにあった水色のシート、水色って黒に合うんかなと思って一回貼ってみたかったので、お試しでまずは貼ってみました。切るのも慣れたもんですね。とりあえず貼り付け面はいつも通りシリコンオフで綺麗に脱脂をします。そしてその後は中性洗剤を薄めた、ママレモンでも何でもいいんですけど、ふきふきしてよくくっつくようにします。早速貼ってみます。今回は貼りやすい面なので、ペタッと貼れるのかなと思って指で押さえて貼ってみましたけども、どうかな、仕上がりは。やっぱり伸びきっていない。しょうがない、そういう時はイタリア製のドライヤーの登場です。炙って炙りながら自然に伸びてくっつきます。仕上がりはいまいちでした。こんな感じ、水色、さりげなく水色合わないですね。ということで、これを型紙にして、またまた余っていた安いカーボンシートがあったので、こちらを貼ろうと思います。同じようにこの辺がちょっと大きかったので、先ほどは浮いていたのでちょっと中気味にカットしました。完成。反対側も裏側に当てて作っときましたよ。縦の線をまずは合わせて、イタリアのドライヤーの登場。気持ちいいですね、この瞬間。伸びながらくっついていくこのシートの貼り方、綺麗に貼れるか。今回はうまくいったようです。よく炙ってくっつけます。反対側も同様にペタリ、縦の線を合わせて、イタリアのドライヤーでスーッと吸い付いていくようにくっつきますよ。気持ちいいですね。やっぱりカーボン調のシートは内装に合いますね。高級感が出ました。内装さりげなくカーボン調シート、とってもいい感じ。夏場は剥がれるかもしれないけど、それでもワクワクワークスレッスン、いい感じに内装テンション上がります。水色のシートを試しで貼って、カーボン調のシートをペタリ、ワークス乗ってる方ならわかるこの後ろ姿、眺めるの好きですよね。こちらは池袋駅前、この前東京に娘とドライブに行ったところですよ。
池袋駅前にも Wax Racing 登場しましたよ。池袋の皆さん見かけたら声をかけてくださいね。チャンネル登録よろしく。ワクワクワクスレッシング。